そうですね。まあ現状は、まあ昔と変わってないといえば変わってないですし、変わってるといえば、まあ変わってるところといえば大会が増えたとか、あとはビーチコートその試合会場が増えたとか、まあそれぐらいかなと思いますし、あとはまあ日本代表は昔よりかはやっぱ海外遠征っていうのが増えたのかなっていう、まあそういうところが変わったかな。それ以外はやっぱ変わってないのかな。まあみんな働きながらやってますし、やっぱそこは根本的にやっぱそこが変われば、このビーチ全体が変わってくるかなと思うので、本当にプロ選手が一人でも多く早く出てくればビーチサッカー界は変わると思います。やっぱり環境面というか、日本だとやっぱりまあビーチ、まあ海に囲まれてますけど、本当に夏場とかやっぱビーチサッカーできるかというと、砂が黒くて火傷するぐらい暑かったりとか、まあ沖縄は白いので火傷とかはないと思うんですけど、あとそのまあビーチコートができた近辺に住んでる選手たちはまあ練習とか結構できるようにはなったと思うんですけど、その中でもまだやっぱりみんな仕事してやって終わってから夜やったりとかしてるので、そういう部分ではその競技力というかレベルを上げるにはちょっとまだまだ難しい環境なのかなっていうのは感じますし、まあ海外はやっぱり小さい時からこう、まあ僕が見てきた場所でしか言えないですけど、そのブラジルとかもそうですけど、その歩いて3分とか5分で行けるようなビーチがもう4キロも広がってて、で、ゴールは置いてる、ボールは好き放題蹴れる、まあビーチバレーやったりビーチサッカーやったり、サッカーの人数でビーチサッカーやったりとか、あとは走ってたりとか、そういうのトレーニングとかもしてます。やっぱ小さい時から身近にそうやってあるっていうのは、やっぱ強さの一つなのかなと感じる部分でもありますし、あとは本当海外は代表とかもやっぱ試合数が多いので、やっぱそういう部分ではちょっと日本とは差があるのかなとすごい感じてます。やっぱ個々の能力としてはもちろん同じぐらいのレベルの選手もいますし、全くレベルが違って差が離れている選手もいますし、まあ、なんていうんですかね、このやっぱり経験というか、そのやっぱり常に際どいところで厳しい環境で戦ってるっていう意味では、日本はまだまだだな。なんでかっていうと、やっぱりその国内のチームのリーグ戦とかにしても、こうやっぱトップとその下の差がちょっとありすぎて、そのやっててもなんか出し切れてない部分があって、でも全国大会の決勝とか本当準決勝決勝ぐらいになれば、こう国際大会ぐらいのこうバチバチ緊張感だったりとか、そういうのはあるんですけど、常にそういうのに慣れてないというか、なのでやっぱそういうのに慣れてないせいもあって、海外に行って代表で遠征してもこういきなりトップスピードというかトップレベルといきなりやるっていうのは、まあその中でも戦わないといけないんですけど、もう普段からやっぱ慣れてないっていうのはちょっとアドバンテージとしては離れてるのかなっていう。それも日常的にレベルの高い試合をやる環境が日本には少ない。少ないと思います。で、海外はやっぱリーグ戦もあって、リーグ戦見せてもやっぱりすごいなんか常になんか高いレベルでもうバッチバチにやり合ってるので、やっぱ日本との差はそういうところにあるかなってすごい感じます。まあ正直なところ発展したかどうかっていうと、僕は何も変わってないと思います。まあレベルもですし、本当に変わってるといえばさっきも言いましたけど、大会が増えた、日本代表だったら海外遠征が増えたっていうところだけだと思います。その選手レベルが上がったかどうかはっていう、そこは上がってないと思いますし、でやっぱりいい選手が出てきたかっていうと、正直それはちょっと出てきないかなっていう、本当に数えるぐらいしかいないのかなっていうところもそうですし、だから本当そういう意味ではまだまだ
変わってないと思います。あのやっぱりまだプロ選手もいないですし、みんなやっぱ生活は仕事して生活しているので、そういう意味ではまだまだまだ変わってないのが現状なのかなって僕は思ってます。一番はやっぱ知ってもらうっていうのも一番大事ですし、あとやっぱ子供たちにこう美術作家を教えて、美術作家に興味を持ってもらって、そのまま美術作家だけをやっていくっていう、多分子供たちもまあ少しずつは増えてますけど、そういうのを増やしていくっていうのも普及だと思います。でも僕が一番考えてる普及は、それ子供たちとかそういうのも大事ですけど、知ってもらう人っていう増やすっていうのも大事だと思うんですけど、僕が一番普及で考えるのはやっぱ今この全国大会のこの上位のチームとか、その本当トップのチームだけのリーグ戦を作って、全国をこう、点々と、まあ、東京、大阪、九州とか沖縄とか回って、なおかつ、ちゃんとお金をもらえてる。まあ簡単にはプロというか、そういう環境になれば、もっと普及としての役割っていうか、まあ、強くなってくるんだろうな。そうすることによってやっぱ、次ボール、小さい子供たちもそうですけど、あ、ビスサッカー選手になりたいとか、で、あ、そういうのがあるんだって言ってビスサッカーに興味が出るとか、やっぱそういう風になっていって僕はちょっと信じているので、やっぱそういうのが先にできた方がいいかなとは思います。そうですね、その方がやっぱりやる場所が必要だと思うので、そういうプレーする場所が、まあ、例えばあのサッカースタジアムの横に、ビーチサッカースタジアム、まあサッカースタジアムみたいに大きくなくていいので、まあそういうのを増やさないといけないと思いますし、例えばあの有明のテニスみたいな、ああいうところを例えば本当にビーチコートに一気に変えて、ああいうスタンドにすると、やっぱそういうのも増えていかないと普及にはならないの。例えば日本だとやっぱ冬って結構寒いじゃないですか。やっぱあの体育館とかみたいにもうビーチの体育館みたいな、そういうのもやっぱできてこないと普及にはなかなかならないのかな。やっぱ日常的にそういうのが身近にあるとやる人も増えると思いますし、やっぱそういう意味ではそのプロっていう、プロになって食っていくっていうのも必要ですけど、やっぱそういう環境面もやっぱ並行してこう進んでいけば普及にはなるかなと思いますけど、まあなかなかいろんな課題はあって難しいと思いますけど、あ、ちょっと厳しいと思うんですけど、正直沖縄以外でやれるかって言ったら僕は厳しいと思います。そこはなんでかっていうと、夏場になったらやっぱもちろん暑いですし、で、まあ関東とか見ててもちょっと砂が黒いとか、まあ愛知県でもちょっと行くとちょっと黄色っぽいけど、やっぱ砂立つとちょっと暑すぎるっていうか、やけど気味になるとか、やっぱ沖縄以外はちょっと厳しいのかなっていう正直な部分があって、だからそれをその技術でやるっていうのはなかなか厳しい環境かなとは思います。まあ9月だから大丈夫だろうって思って多分誘致したとは思うんですけど、でも実際は暑かったのでちょっとやけど気味に、実際長年やって足裏結構強いんですけど、ちょっとやけどっぽくなったりとかしてたので、やっぱ厳しい環境なんで、やっぱりそういう環境ではちょっとやりたくないなっていうのは、まあ贅沢ですけど、そういうことを言い出すとキリがないと思います。まあ、なかなか厳しい環境でしたね、正直。まあそうですね、まあそのよく言えばもっと白い砂がいいとか、もっと都会がいいとか、まあそう言ってもいられなかったので、まあそのことはもう二の次でしたけど、まあもちろん僕らはその全国大会でレベルの高い試合っていうのを望んでますし、やっぱ日本一を取りたいって言ってるので、環境の部分では2番手でしたけど、まあにしても全国大会を継続する上でやっぱそういうちょっと田舎って言い方はちょっとあれかもしれないですけど、そういう部分でもやりながらこう広めていかないといけない義務があるのかなっていう、ちょっとそういう部分を感じたんですけど、だからそういう妥協も必要なのかなと思いながら、まあプレーはしてましたし、なかなかでもなんて言っていいかそうですね、良くない良くないで片付けるよりかは、良くなかった部分を生かして次に生かせると思う
ので、まあ、それはそれで本当いい意味でプラスだったと思います。本当トイレが遠いとかあ、じゃあ次の開催地ではトイレ近くしようとか、あと選手の集合時間のチェックが早すぎたとか、まあ、次回の大会になったらもうちょっと短くしようとか、多分いろんなそういう課題は出てきたので、それはそれで、次につながる大会だったと思うので、良かったと思います。もちろん、B サッカーの普及っていう部分、もちろん B サッカーという選択肢を増やしてほしいっていうのもありますけど、でも一番は、日本の現状は、やっぱサッカーがやっぱメインなので、で、みんなやっぱクラブチームとか、少年団とか、やっぱみんな活動してますし、やっぱサッカー選手になりたいっていう子の方が、多分9割9分ぐらいいるので、そこに生きるビーチサッカーであればいいかなって思ってるので、僕は今の段階では。なので、その今、そのカルナビスタのビーチサッカーアカデミーは、そのビーチサッカー選手を育てるっていうよりかは、サッカー選手を育てるっていう感じで今は活動してます。正直、やっぱり、そのサッカーしか知らなかった子がビーチサッカーを知ったことで、選択肢としてはやっぱ、持てたと思うので、どこのタイミングかは分かりませんけど、まあ、僕みたいにサッカーやって年齢を重ねていきなり B サッカーに興味を持って B サッカー始めるかもしれないですし、もしかしたら若い段階で B サッカー選手になりたいって思ったら、まあ、それはそれで僕としてはラッキーというか嬉しいなと思うので、まあ焦らず、長い目でちょっと見守りたいなと思います。そうですね、もちろんいろんな想像というか、いい想像はしてますけど、やはり今の現状を少しずつ良くして、その時に、例えば10年経った時に、今の子供たちがビーサッカーやりたいっていう、現状になってくれてたらいいなと思ってますし、まあ、そうしたいなと思ってるので、そういうふうに、動けたらなと思います。サッカー選手で飯食うっていうんじゃなくて、ビーチサッカー選手で飯食えるっていう環境には しておきたいなっていうのはあります、ね。もちろん見てもらう人、注目がやっぱ必要だと思いますし、で、それに対してやっぱ、スポンサーとかが、やっぱ、ビーチサッカーって人集まるし、お金出してもいいよねっていうところまで持っていかないと、簡単にやっぱ個人からお金集めるにしてもすごい人数を集めないといけないと思いますし、だからそういう企業さんとかにやっぱ何ですかね、出してもらえるような魅力あるようなビーチサッカーにしていかないと、やっぱ企業っていうのはそのお金も出してくれませんし、やっぱそういう風にしていけたらなと、ビーチサッカー界を少しでも貢献できたらいいなと。そうですね。やっぱ、他にない、B サッカーに他にない、例えば、サッカーと B サッカーを比べたのに、何が違うかっていうと、音楽がガンガン流れてて、やっぱり、ビーチって聞くだけで、ちょっと夏で開放的で、それだったらなんかビール飲みながら、例えば、企業からしたら、暑い中ビール配ったら、たくさん売れますし、ダンサーとかもいたら、やっぱ男性陣も興味を持ちます。なんかそういう意味で、こう、集客できる魅力があれば、企業さんもおのずとついてくるかなっていう考えはあるので、やっぱ、他と違いを生み出さないと、こう、魅力とか、やっぱ生み出さないといけないと思いますし、でも、ビーチサッカーにはそういう魅力があると思いますし、まあ、プレーで言ったら本当にアクロバティックっていうか、まあ、展開も早いですし、点が入るっていうところも魅力だと思いますし、でもそれ以上求める価値は何かっていうのは僕も今探してる最中ですね。だからそういう一般の人とか見たことない人にも魅力を伝えるには何があるかなっていうのは常に考えてはいるんですけど、結局企業さんとかお金引っ張るにもそういうやっぱ魅力がないと、やっぱ価値がないと出さないと思いますし、まあ一応環境とかにも影響してるので、そういう環境部分とかもやっぱ魅力の一つだと思いますけど、まあ、一番はまずはそのまだ選手目線とかもあるので、やっぱ常にやっぱレベルの高い本当にバチバチの試合をやらないと
いけないっていうのがあるので、やっぱ僕らがそのビアテに全国各地行って、もちろん見ていって楽しいとか、見ていて、うわ、なんだこれ感動するなとか、そういうなんかギリギリの戦いとかを、こう、やっていくっていうのがちょっと一つ大事かなと思ってるので、やっぱそういうのをもうちょっと他の地域とかでも、まあ今だったら本当ヴェルディとか、レーベ横浜とか、まあレキオスとか、九州だったら、相馬プレイヤーとか、どうぞ。やっぱそういう各チームが、やっぱり、先頭に立って、こう、各地域のレベルを上げるためにも、本当なんか、なんですかね、そういう活動をしてほしいというか、こう、していかないといけないと思いますし、僕らも、やっぱそういう責任があると思うので、まあそうすれば、おのずとやっぱ代表とかも、レベルの高い選手が集まってきて、で、代表でも結果残して、で、代表は結果残すと、やっぱり、チームにいる時よりも、やっぱ注目度はやっぱ全然違うので、代表っていうのは。やっぱそうすると、世の中の、人たちも、やっぱ注目して、オフィスサッカーってなんだろうって思うので、やっぱそういう意味では、手っ取り早いというか、代表が強くなればいい、やっぱ広がると思うので、そういう意味では、やっぱチームの活動が大事だと思うので、やっぱチームとしてそういう活動ができたらなと思いますし、やっていきたいと思います。そうすると、まあ、ビッサカーの今後は見えてくるかなと思います。いや、まあ多分それぞれ、まあ、ビッサカーにかける思いとかあると思うんですけど、それをもう少しプラスして考えてもらって、全体で、いろんな意味で、その大会もそうですし、まあ、環境面もそうですし、代表につながるようなこともそうですし、まあ、いろんな意味で、プラスに働いて良くなっていけばいいと思ってるので、たくさんの協力とか必要だと思うので、やっぱ、今よりももう少し熱い情熱を注いで、でプラスそれが、行動として出してくれたらなと思うので、まあ、少しでもいいので、プラスアルファ、情熱を上積みしてみんなでビーチサッカー界を良くしていけたらなと思うのでそういう思いで取り組んでほしいなと思います。